ドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト。この番組はドローンネットの提供でお送りします。こんばんは、小池徹平です。福岡みなみです。今週もよろしくお願いします。さて、この番組はドローンビーナスの方々に2週間ずつ出演していただいてるんですが、今回は3週連続のご登場となります。この方です。はい、ドローンビーナスの長島セレです。よろしくお願いします。あら、なんかね、ちょっと、ね、久しぶりですね。ようやくかっていう感じしますけど、僕からしたらすごい久しぶりなんですけど、さっきあのちょっと挨拶してるとこ見たら、はい、みなみちゃんとは初めまして、はい、なんですね、はい、どんな感じですか。僕らずっと1年ぐらいあのセーラリンとはやってて、はい、こうなんかね、うんうん、このアットホームな感じが僕らすごいあるんですけど、はい、どうですか、ずっとこうやってきて。なんか見てて、うん、コンビ感ありましたまだ出会って数分ですけど、はい、コンビ感あるなと思いながらちょっとそこに自分も切り込んでいこうと思います。そうよ、はい、その息を本当にお願いします。ちょっとすいませんね、お邪魔しちゃって。そのセーラリンはどうですか、はい、久しぶりの、ね、久しぶりで、はい、しかも今日ね、ここのスカイファイトカフェ、うん、銀座さんからで、はい、めちゃくちゃそれも久しぶりですもんね。1年ぶりぐらいじゃない、ね、多分ちょうどね、はい、懐かしいよね。なんか、いや懐かしいですね。僕らから懐かしいんですけど、はい、あれみなみちゃんここ初めてでしょ。初めてです。どんな印象受けます。どう、ね、気になっちゃう。ここにまさかドローンカフェあるって思わなかったね、うん、なんかお洋服のビルだと思ってたんで、ここがびっくりしました。なんか早く遊びたいです。はい、遊ぶ気満々ですよ。でもやってんのよすごいドローン。あのこっから始め出して、そう、なかなかうまくならないんですけど、やっと安定して飛べるぐらいにはなりました、うん、すごい。もうてっちゃん超えられちゃうんじゃないですか。いやー、ま、全然まだまだです。まだまだ、はい、いや、まあ上手くなってきてますよ。いやいや、もうそれ数がね、その短期集中でこうやっていくのとね、なんか今までのやっぱりこうドローンビーナスさんとは違うぐらいグイグイきますね確かにごめんなさい、ごめんなさい、本当ですね、ごめんなさい、私お邪魔させてもらってるっていう気持ちでちょっと邪魔しないように言わしますねグイグイありがたいんですけど、はい、まあ一応今回は、はい、まあ、ドローンビーナスとして来てもらっていますので、はい、改めてセーラリーのことをちょっと聞いていきましょうかっていう感じ。そうですね、でいきましょうか、はい、一応流れありますから、はい、それでは長島セーラさんのプロフィールを一問一答形式で聞いていきます、はい、じゃあまず1問目、はい、年齢は27歳です。あ、私26歳だから1つ近いです。いや、分かれへんで、同い年かもしれへんで。あれ、私5月で28になります。私5月で27だから。あ、5月まで。え、何日ですか。同じ19。私1日です。あ、めっちゃ近いです。近いよ。あれ、お牛座です。近いよ、一緒。え、血液型ね、ありますかね。あ、血液型、これありますかね。あ、ない、ないね、ない。何型ですか。 A 型です。おぉごめん、リアクションの O なのか、血液型の O なのか。 O、 O 型です。 O、 ね、はい、O の O 型です。 A と O ですね。 AO です。あ、何でもある近い感じありますけどねじゃあ続いて出身地は、はい、あ、愛知県の碧南市というところです。へぇ、はい、はい、ニックネームは、はい、ニックネームは、まあ、セーラリン、セーラリンかセーラちゃんか、あとはセーラリンが長いからラリンっていう人もいます。へ、ね、はい、じゃあ私はセーラちゃんって呼ばせてもらいます。はい、もう何でも呼んでください。何でもいいよ、はい、うん、兄弟は、兄弟、うん、お兄ちゃんが2人います。はい、そんな感じしました。マジ、なんとなくそう、お兄ちゃん2人って。お兄ちゃん2人な、はい、うん、次、趣味は、うん、これね、ちゃん、何々変わった最近、なんか新しい趣味とか。何て言ってました今まで趣味。逆に食べるのは好きやったよ。あ、食べるのは好きですね、うん、あと一人でなんかいろいろ言ったりするの好きやから、はい、あんたは。なんか疲れたりすると銭湯とか行きたくなりますね。あ、はい、まあ、サウナとか。サウナとかみんな好きやね、うん、サウナ、やっぱり。先週もサウナでしたね。みんなサウナやったな、はい、ブーム来てますね、うん、私も大好きで。あ、そうなんですね、はい、みんな好きやね、好きな食べ物は桃ね、桃美味しいですよ、ね、ふるさと納税でめちゃくちゃ3キロぐらいの桃を取り寄せちゃうぐらい好きです、はい、桃桃ってたくさん食べるとなんかアレルギーとかになるって聞いたんですけど、あ、今のところまだ大丈夫です。まだ大丈夫、はい、なんか桃のあの点点点点みたいな、なんか、ね、あの何それ何それ、表面のなんかあのふわふわあるじゃないですか、チキ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 って。桃の、あ、はいはいはい、アレルギーになっちゃったら、うん、あれ吸い込んだだけでも呼吸困難とかになるらしくて。そうなんや、結構危ない食べ物。そう、食べ過ぎ。危なくはないけど食べ過ぎると、そう、食べ過ぎ、うん、なる可能性がある食べ物ですね、はい、なるほど好きな色は、好きな色は、え、無難な色が好きです、はい、無難な色、例えば、まあ、白とか黒とか。あ、本当に白黒、うん、なんか昔は黄色とか言ってたんですけど、うん、やっぱ大人になるにつれてもうね、本当に
もう、ね、溶け込める色、ね、7にもなってきたらやっぱりそういうシンプルなのが、はい、シンプルイズベスト、本当に、うん、大人な女性ですね。はい、うん、他ありますか。じゃあみなみちゃん、じゃあ子どもの頃の夢は、うん、子どもの頃の夢、なんだったケーキ屋さんとか行ってたのかな、あんま覚えてないな。ケーキ屋さん多いですよね。ケーキ屋さんと女の子のなんか ありがちな、なんかね、うん、やっぱお菓子好きやからみたいな、うん、あとなんかその保育園とかの時になんか将来の夢はみたいな書くのがあって、年中ぐらいの時になんかあの戦隊の555のピンクになりたいって書いてた、うん、ピンクな。はい、書いてました。憧れてたんや。ねえ、なんか考えけど。芸能界自体はそもそも憧れてたりしなかった？あ、芸能はね、あの小学校後半ぐらいから憧れてました。はい。小学校の後半。後半ぐらいかな、はい。それなんかきっかけあったんですか？きっかけ、あ、まあ憧れの人で、あの上田屋さんに憧れて、まあ、この業界入ったんですけど、うん、まあ、その当時なんかエースを狙いとかだったのか、なんか見てて、あ、素敵だなと思って、うん、なんか憧れました。はい、なんか子供の頃からしっかりしてますね。私将来なりたいものトマトみたいな、なんかよくそっち系、人間じゃなかったです。人間ちょっとね、変わってはるから、ま、マフ系ね。そう、人間じゃなかったです、子供の頃。そうなんだ。え、なんでトマトやったの？気になるわ。なんかそのまま進まれへんわ。綺麗だなみたいな。レモンとかトマト、なんか鮮やかで綺麗だ。すごいな。子供だから分かってなくて、まあ、本気で言ってたもんな、昔はな、当時は。はい、うん、じゃあ今のマイブームは、うん、マイブームは、まあ、サウナはもちろんなんですけど、ホットヨガとかキックボクシングとか。そう、ホットヨガ、キックボクシング、はい、汗かく系ですね。汗活してます。へ、はい、めっちゃいいですね、健康的で。頑張ってんねや。じゃあ今欲しいものは、うん、今欲しいもの、まあ、リアルに言うと仕事ですよね。こんなリアルな人初めて来ました。ビーナスの中で一番現実的な。あ、そうかもしれない、本当に。はい、仕事が欲しいんや。あ、仕事したいですね。女優業とかですか、はい、やっぱり。まあ、女優業、まあ、舞台とかもね、やってるから。そうですね、いただけるお仕事を頑張ってやります。うんうんうん、すごい、でも一番いいと思います。一番な、はい、そうやな、現実的で。はい、じゃあ普段の芸能活動は、まあ、最近は女優業もやらせてもらったりとか して、うん、まあ、過去は結構タレント業もやらせてもらったりとか、はい、はい、まあ、やってましたからね。そう、いろいろ、まあ、何でもやります。何でもやってますね。何でもやってます。今主にはどういう活動？あ、女優の方が多いかもしれないですね。でもいいやんか、だってやりたかった。そうですね、うん、だからちょっともうちょっとね、いろいろできるように目指せ、小池先生なんで。なんでやねん。、はい、じゃあアピールポイント教えてください、うん、アピールポイント難しいですね。笑顔。笑顔。でも思いました、元気いっぱいで。元気いっぱいなんですよ。笑顔なところが素敵だなって思いました。強い、底なしに強いで、はい、うん、ハート強いで。強そう、そうですね、強いかも。だいぶ強いと思う。今後やりたいお仕事は？あ、それも聞いとかな。今後やりたい、まあ、女優業もやってますけど、まあ、女優けど、なんか毎年の目標なんですけど、去年よりかも一つでも多くの作品に出れるように頑張りたいなっていうのは結構目標っていうか、はい、なるほどですね、はい、はい。じゃあ最近、悲しかったこと、悲しかったこと。ごめんなさい、あの寝れば忘れるタイプなんでないです。やばすごいな、すごい、はい、強いな。嬉しかったことは？嬉しかったこと、じゃあ二人に会えたこと。嬉しいです。絶対嘘やで。本気ですよ。でも私には本当だと思いたいです。あ、本気です。思いたい、思いたい、思いたいな。じゃあ最後の質問お願いします。はい、長嶋さんにとってドローンとは何ですか？ちゃんと聞こうぜ、みなみちゃん、はい。じゃあ皆さん心を静めて聞いてください、はいはいはい、私をいろんな場所へと連れてってくれる、そんなドローンです。さあ、ドローンネットプレゼンツ、はい、小池徹平のスカイファイト、はい、最後までお付き合いください。はい、ドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト、AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ、小池徹平のスカイファイト。続いてはドキドキハラハラのこのコーナー、小池ファイトクラブです。おー、来たよ。なんだなんだ。ここは強者たちが集うファイトクラブ。私たち3人がさまざまなゲームや競技で対決します、うん、ここでは勝敗が全てです。芸歴なんて関係ありません。その通りだ。今回は誰が勝つのか、誰が負けるのか。前回はサウナクイズに挑戦して、うん、ドローンビーナスの花ちゃんが勝ちました、うん、強かったな。めっちゃ楽しかったね。はい、うん。今回は春休みの旅行プランナンバーワン選手権です。ほう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 、はい、
放送日3月16日は春休み真っ只中ですし、うん、長嶋さんが現在出演中の舞台行き先不明が旅行代理店のお話ということで、うん、3人がそれぞれ春休みの旅行プランを発表します。いいっすね。ジャッジするのはスカイファイトカフェ銀座のスタッフの皆さんです。スタッフの皆さん、はい、お二人はどこにいらっしゃるんだ。ジャッジする方が今ジャブジャブと水作業されてるんですけどすいません今から勝手にファイトクラブ始めるんですけど、旅行プランジャッジしていただけたりとか。お願いします。すいません、今なんかお仕事中でしたもんね。今ねめちゃくちゃ働いてましたよ今。はい、お二人は自信ありますか。いや ありますよ。だっていろいろ旅行は行ってきたんですけど、まだでも僕マジで行き先不明なんで。まだなんですね、はい、ちょっと考えていいですか。はい、私はめちゃくちゃあります。もう本当にね、もうこの仕事決まってからずっと考えてたんだよな、このこと。あ、本当に。はい、でも今なんか今まで行った場所とか良かったの、今こう今作ってるよ今。じゃあ私から。あ、みなみちゃん、はい、から私から行きますね、はい、お願いします。ちょっと聞いて、ちょっと、はい、勝ちたいな、お願いします。聞いてください。はい、私が考えてきたプランは、はい、うん、1泊2日の1泊2日、はい、お仕事が忙しくて多分2泊はいけないので、うん、1泊2日で、うん、伊勢神宮にお参りしに行きたいなって。おー、いいや、楽しそう、はい、伊勢神宮ですね。このプランは過去に親友と1回行ったことがあるんですけど、はいはい、まず朝から新幹線に乗って伊勢神宮にお参りをします、はい、でその後伊勢神宮の近くにおかげ横丁っていう昔ながらの町並みがあるんですよ。ほうほう。でそこにいろんな食べ物とかお土産屋さんがいっぱいあって、なんか江戸時代っぽい感じの町並みなんですけど、私はそこで赤服を買ってお土産に、はい、で先にもお土産買うんよね。いっぱい買います。行ってね、はい、でその後なんかいろいろ屋台があっていろんなもの食べれるんですけど、その数年前に食べたなんかサザエのつぼ焼きがめちゃくちゃ美味しかったんですよ。あ、うまそう、はい、なんでそれをもう一回食べたいなと思います。でそこから電車に乗って、はい、伊勢志摩のアマネムっていう旅館があるんですよ、うん、すごいなんか綺麗な一個の村みたいな旅館で、うんうん、一つ一つなんかお部屋がお家みたいに建ってて、でその、まあ、ちょっとなんか豪華な感じのところなんですけど、まあ、2年ぐらい旅行行ってないから行くなら豪華なところに行きたいなと思って。そうやね、せっかく行くやったらね、はい、でそこで、なんか夜は露天風呂があるんですね、共同の、うん、でその共同の露天風呂、みんなで、水着を着て入れる露天風呂があるんですけど、それ男女関係なく入るような、はい、なんかプールみたいな感じで入るような。そうです、まあ、その数年前に行った時私たち間違えて裸で入っちゃってやっばっ、でお店の人に、誰もいなかったんですよ、お店の人が来て、すいませんここはもうみんなで入るとこなんで水着着てくださいって言われた過去があるんですけどそこがすごいなんか25メートルプール2、3個分のすっごい広い、めちゃくちゃ大きいんや。そう、露天風呂で海も見えて、うん、星空もすっごい綺麗なんですよ、はいはい、もう温泉というかなんかプールぐらいの大きさなんですけど、はい、そこに浸かった後に、うん、お部屋にエステの人が来てくれたりするマッサージをして、マッサージやって、で美味しいご飯を食べて、うん、朝寝て起きて、そこから名古屋の名物のひつまぶしを食べて、うん、あ、ええな、やべ、かぶった、あ、マジで、あ、いえいえ、ええ東京に帰ってきたいと思います。あ、素晴らしい。まず一つ目です、みなみちゃんの、いや楽しそう、伊勢、はい、いいっすね、確かに楽しそう。続いてはセイラちゃんにお願いします。任せてください。待って待って、何してるの何してるの。あ、もう私考えてきたらめちゃくちゃ書いてる。めっちゃ書いやば、はい、どんだけ勝ちたいね、はい、やっぱり一つ一つのガチやん、勝負をね全力でやりたいと思う。大事やね、でもこれが他の仕事につながるかもしれないですから。確かにプレゼン上手で、はい、いきます。じゃあお願いします。はい、いきますよ。一泊二日の愛知&岐阜旅なんですけど、愛知と岐阜、はい、まあ、最初岐阜と愛知、はい、なんですけど、1日目まずは岐阜県の飛騨高山へ向かいます。飛騨高山、はい、着いたら私がずっと行ってみたかったレールマウンテンバイクガッタンゴーへ行きます。はい、それは路線上を自転車で走れて、昭和レトロな街並みを楽しめる場所です。へー、楽しそう。そ
そう、ちなみに、まあ、ファミリー向けだったりあのペットとかも一緒に走れたりとかして、あ、いいね、それはポイントないですね、はい、そうだからその、まあ、インスタ映えもしますし、あのカップルで行ってもよし、友達と行ってもよし、家族と行ってもよし、そんな場所です、はい、でその後ですね、あの食べ歩きができるところがあるんですよ。そこで、まあ、飛騨牛の握りとかを食べたり、あの濡れせんべいを食べたりして、あの飛騨高山ならではのものを満喫したいと思います。あ、はい、そして夕方過ぎに旅館に行き、まあ、料理を楽しんだり、はいはいはい、あの温泉をね楽しんだり、はい、卓球したりお酒を飲みながらお部屋でゲームしたりとかして、うん、その日を終えましょう。はい、で2日目の朝はですね、まあ、和食の、ね、旅館の朝ごはんを満喫して、うん、旅館を出る前にまた最後にねラスト温泉ね、そう、朝風呂入ってから旅館を去ることにしましょう、うん、はいはい、でその後いちご狩りに向かって、いちご狩り、はい、好きなだけいちごを食べます、うん、でその後名古屋に戻って、うん、はい、東山動物園に行ってイケメンゴリラに会いに行きます。イケメンゴリラ、そうそう、有名なんですよ。で最後東京戻る前に名古屋のひつまぶしを食べて、なるほど、はい、で熱田神宮に行き、はいはい、最後は新幹線が来るまでその、新幹線のホームに住吉というきしめんの立ち食いのところがあるので、食べるまでがあのプランです。めっちゃ食べますね、はい、なので店じゃないよそこは店じゃないんですよ、もう本当新幹線があと10分で来るみたいな、そのギリギリまで楽しむ、うん、立ち食いの美味しいんですよ。だからアクティブあり、食べ物あり、温泉あり、神社ありと東京に帰るギリギリまで楽しめるプランとなっております。なるほど、めっちゃ考えてるやん、すごいすごい、すごいっすね、ありがとうございます。いや、じゃあ決めたよ、はい、僕もじゃあ僕あの上の方にしますわ、金沢とかにします。あ、いい、行きたい、まず朝から北陸新幹線、僕はじゃあ東京駅から北陸新幹線乗って、はい、グランクラス取ります、はい、グランクラス取ってあそこお酒飲み放題とかお酒飲めるんで、もういい感じにあの適度にあの酔っ払いながらあのまず富山に行きます。あ、富山、はい、で富山といえばやっぱブリとかブリシャブとかですから、まあ日本酒飲みながら、まあ、ちょっとランチ向こうで、はい、ランチします。はい、最高です。でそのまんまちょっとほろ酔い気分で富山の富山城だったり、結構あそこ薬の街とか路面電車とか走ってるんで、まあ、そういう薬のなんかこう体験とかもできたりするんで、あそこで観光してそのまんまある程度富山回ったらその足で金沢に移動します。電車でその日に、うんうん、で金沢そのまま茶屋町に行って、あ、いい、はい、うんうん、で茶屋町であのお寿司食べます。あ、最高、はい、あの昔ながらの雰囲気でお寿司食べて、であとはそのままあのその辺茶屋町の雰囲気を楽しみつつ、なんかおしゃれな、はい、確かあそこバーとかもあるんで、ジャズとかのバー聞きながら飲んで、あとは別にあの飲み足りひんかったら、金沢の近辺で居酒屋とかあるんで、別に3軒4軒、まあ、好きに回ってその日終えます、はい、で次の日、朝起きまして、あ、僕2泊3日です。あ、すいません、長い。でそのまま、金沢から、加賀温泉に移動します。加賀温泉、はい、金沢にある、石川県にあるんで、うん、加賀温泉に移動して、でその日はもう温泉でゆっくりまったり加賀温泉でゆっくり過ごして、うん、で次の日です、はい、最終日は、加賀温泉から、レンタカーして、なんならもう福井に行きましょう。あ、そのままいい、どんどんこう下っていく感じ、はい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 、下ってて福井行ったらレンタカーで、はい、まあ、ちょっとドライブしつつ恐竜博物館行きましょう、ありますから、恐竜博物館行って、あれ結構楽しくて、恐竜博物館っていろんななんかこうもうめっちゃ丸一日楽しめる、子供も全然楽しめるし、冬場とか結構ソリで遊べるとこもあったりとかして、そこで遊びます。でそのまま、まあ、昼過ぎまで遊んで、米原まで、うんうん、まあ、レンタカーでそのまま行って、はい、レンタカー返して米原から、光に乗ってそのままぐるっと回って帰ってくるような感じですかね。おー、はい、そんな感じで盛りだくさんですね。盛りだくさん、はい、さあということで3人旅行、はい、発表終わりました、はい、悩みますね。悩みますよ、どれも確かに楽しそうですよ、何択で悩んでます。温泉すごい好きなの。あ、温泉、はい、でもみんななんか温泉、全員温泉出てきました ね、 温泉入ってますね、確かに。食べ歩き、ああ、いいですね、すごい好きで、食べ歩き確かに共通してますね。もう決めちゃってください。自転車すごい好きなの。おお、来たよ。自転車来た時に、はい、これかなと思ったんですけど、はい、お酒出てくる。あ、お酒ね、あ、でもこっちも旅館の中でお酒いっぱい飲めますよ
うちも全然慣れます。はい。決めたもん、恐竜ですね。あ、恐竜、マジで来たんじゃね、来たんじゃね、これやっぱ恐竜好きなの。はい、小池さんが。マジっすか。てっちゃん、嘘でしょ。そうか、ずっと飲んでますけど。はい、嘘、てっちゃんか。ということで、はい、てっちゃんの勝利でした。ありがとうございます。はい、以上、小池ファイトクラブでした。この後は CM を挟んで、てっちゃんと私がゲストを迎えてお送りするバー小池のコーナーです。バー小池。このコーナーではドローンの専門家やドローンレーサー開発者らをゲストに招き、ドローンの最新情報や裏話を根掘り葉掘り聞いていきます。今月ご紹介するのはドローンレーサーの中川恵里さんです。なんかこの今までその飛ばしてたドローンからこう作る側にもなって、はい、よりなんか作ることによってさらにドローンの魅力がなんか増えましたみたいなとかっていうのあったりしましたか？ ありますね。結構あの普通の空撮機だと、うん、まあ、その頭がいい分そのずっと止まっていられるとか、うん、まあ、その滑らかな映像がブレずに撮れるとかっていう、大事ですよね今の、はい、利点があるんですけど、結構この手作りの方とか、あのゴーグルをつけて飛ばす FPV と呼ばれるドローンの種類だったりとかすると、はい、もう一度お願いします。ちょっと僕、はい、もう一回ちょっとね、はい、何を言うてるんだろう。すいません、専門的になってくるとだんだん飛ばすあかんで、置いてかれたらもうついていかれへんくなるから確かに、FPV ドローンっていう種類、 FPV、 はい、FPV です、うん、あの、はい、ゲームで FPS とかもするんですけど、はいはいはい、自分がドローンの視点で飛ばせるっていうドローンの、まあ、部類になっていて、はあ、でそういうもので飛ばすとより例えば、あの物とか人とかに近づいた細かい撮影ができたりとか、はいはいはい、まあ、例えば股くぐりをするとか、人がダンスしてる周りをぐるぐる回るとか、それだって自分がドローンの目線で見てるわけでしょ、はい、する時普通な感覚やったら酔いそうなんですけど、うん、あ、車と一緒で結構あの自分がどこ行くか分かってれば酔わないです。でも相当だって車とはまた全然違うスピードやん、うん、上下もあるし。そうなんですよ、あのここに今ドローンが3種類、うん、この小さいものと中くらいのものと、うん、今日大きいものもレース用のもの持ってきた。たくさんこれ映像見られてる方はね見れると思うんですけど、はい、すごいですよこれ。この大きいものレース用の機体、あの最高速どれくらい出ると思いますか？最高速、それレース用なんですか？ちなみに、はい、これがあのドローンレースで使われる主な機体。ピンクで可愛い。明らかにでも違うのはその羽を守るあのカバーついてないですよね。そうですね、そのままです。それはやっぱり人に当たるとものすごい危ない。危ない。そうですね、あんまりそいつがとんでもないスピードで動くということですね。そうです。大体はそのゲートをくぐるとか、まあ、レースに使うので人に向かってってことはあんまりないんですけど、はい、まあ、その時に一番スロットルを入れて最高速を出した時。当てましょうか。じゃあみなみちゃん、せっかく問題出してくれてるから、当てたいけどヒントでも欲しいよね、うん、その最高速度で人にぶつかったら人は死にます、はい、やったことないですけどまあちょっと私は絶対ぶつかりたくない。ぶつかりたくないじゃあ僕は100キロ。あ、めっちゃ速い。100キロめっちゃ速い。新幹線って100キロ超えてますか？全然超えてます。余裕で超えてます。新幹線ってどんぐらいですか？300キロぐらいですか？そう、300以上出てます。じゃあ私は50キロぐらいかな。50キロ、僕のじゃあ半分何今新幹線とかの感じかなと思ったらめっちゃ遅いことできたよ。遅いですか？50キロってめっちゃ遅いと思う。だって車ですもんね。だって原付とか。いや、それ遅いだ。じゃあ150キロにします。150、おー、はい、なるほど。はい、あ、言ってくれないですか？答え教えてくれない自分で調べてくださいパターンですか？正解、正解言いますね。あ、正解は200キロ。 200? はい。想像よりめちゃくちゃ速いですね。すごく速いのでゴーグルをつけて飛ばすと、結構最初はこう例えばレースでフラッグを避ける時とかにぶつかっちゃったりとか、まあ大回りをしてしまってタイムをロスしちゃったりとか、そういうことが結構難しかったりするんですけど、練習すればまあレースで上を目指すとか、まあ撮影であの細かいものをどんどん撮っていくとか、そういうことができるようになります。とんでもないね、ドローン。そんなスピードとそんな機敏な動きが
できるん。自分にぶつかったりはしないんですか？あ、うわーゴーグルつけてるか分からなくあります。そうですよね、ちっちゃいものとかだとどこ飛んでたっけってなっていつの間にか頭にぶつかってたりとか最初あります。危なすごいね、ドローンってそんな種類あるんだ。なんでこれ丸ついてないんですかね。どれどれどれ、羽を守る周りの周りガードが、やっぱスピードが出ないからっていう理由ですか。あ、そうです。ガードがあると空気の抵抗があったりとか、うん、スピードがどうしても遅くなっちゃったりとかするので、うん、もうそのままなるべく軽さ重視で中もこうやって見えるようになってる。あ、なるほど。その分やっぱり壊れやすいみたいな特徴があったりとか。あ、そうですね、結構例えばぶつかった時にモーターだけ壊れるとかカメラが割れるとかあるので、そうなった場合は壊れたパーツを自分で取り替える。はい、壊れたらショックですよね、やっぱりね。あ、でも結構何百万も1円で。嘘でしょ。どうなんですか。はい、本物のドローン好きですよ。いや本当ですね本物よ。じゃあお金かかるんだって思う。かかるよね。びっくり。アップルストア持ってっても修理できないし。そうです。アップルストア。iPhone とかすぐ割れたら持ってったら修理できるじゃないですか。できるね。でもこれ絶対無理だなって思って。そうね。アップルストア持ってっても何もできないよ、これは。自分でやるしかないですよ。そうですね。やるしかないのよ。すごいな。ということで、まあ、小池ドローンレーサーの中川恵里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしているドローンネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、エンディングの時間となりました。楽しかったですけど、はい、あっという間の時間でございました。楽しかったです。はい、ということで最後にお知らせさせてもらいます。まずは僕からなんですが、はい、土曜日の夜11時40分からフジテレビ系列で准教授高槻明の推察シーズン2が放送中です。そしてミュージカルるろうに剣心京都編が5月17日から IHI ステージアラウンド東京で開催します。続いてみなみちゃんお願いします。はい、私は幻冬舎さんより少々ライブ配信で1億円稼いだ話という本が4月の8日に、予約開始、4月25日に発売です。ぜひ皆さんチェックしてください。いよいよだ。はい、最後に、舞台行き先不明が、池袋のサンシャイン劇場にて3月21日までやっております。そして映画ウィリングハイが公開中となっております。はい、そしてこの番組小池徹平のスカイファイトの最新情報は番組ツイッターで発信中、番組のインスタグラム、YouTube チャンネルもチェックしてみてください。ドローネットプレゼンツ小池徹平のスカイファイト、また来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。この番組はドローンネットの提供でお送りしました。